もうやばい、ここ最近めちゃくちゃ爆食してて、つい3日前とかもやばくて、なんと1日にラーメン8杯行きました。まあね、ちょっといい加減にしたいところなんだけど、今日もね、宮古島から帰ってきたばっかりなんですけど、ちょうど予定してた予定がなくなったので、好きなだけ好きなように めっちゃ食べまくろうかなと思ってます。じゃん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 、おお、これぞサムギョプサル弁当。結構こういうの気をつけないと失敗しちゃうよね。下を切ればいいかな。この辺いくわ。めちゃくちゃたっぷり海鮮が入ってる。めっちゃ美味しそう。ちょっとだけスープ飲んでみよう。え、具も炒めようよ。はい、それでは準備整ったのでいただきます。いや、ちゃんぽん麺入れようと思ったんだけど、結構さ、この丼にいっぱいスープがパンパンなんで、一旦ちょっとスープ飲みながら、この白米とこのサムギョプサルのお肉を食べつつ、頃合いのいい時に麺を茹でようかなと思いました。まずサムギョプサルから。めっちゃいい匂い。結構私、醤油がね、調味料の中で一番好きだっていうことに最近気づきまして、醤油の中にごま油を入れたものタレにつけて食べてみる。うん、ふーん、なんかメガネ変えよ。何やかんや黒縁が落ち着く。よし、じゃあちゃんぽんスープいただくよ。あー、美味しい。もうこれとお米だけで永遠にいけるわ、多分。それぐらいしっかりした味付けのちゃんぽん。お米も、あと、キムチ、うん、味噌のソースもつけてみよう。うん、想像通り甘辛の味噌、お肉と葉っぱ。牡蠣とかも入ってるんだけど、うん、うん、昨日も生牡蠣食べた。牡蠣も本当いくらでもいけちゃうけ、もしも明日世界が終わるならの最後の晩餐でいくつか選んでもいいのであれば、その中に牡蠣は1個入れたいね。うん、エビだ。美味しい。うん、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 そろそろちゃんぽん麺を茹でよう。よいしょ、麺を茹でてきたよ。ラーメン屋さんみたいでしょ。絡ませて、こんな感じ。麺の味はいかに。待って、焼きうま。最近はあんまり辛いの食べなくなっちゃったけど、辛いものに麻痺みたいなのをしている時期があって、それこそ韓国の方の唐辛子が強い人レベルの辛みをずっと求めてて、ここまでしかいけなかったのに、ちょっと辛いのを頑張ってみたら、なんか成長していくんだよね、どんどんレベルが。不思議。え、そういうのない？うん、ちゃんぽん with ライス、ムール貝もたっぷり、1、2、3、4つも入ってる。ムール貝も美味しいね。麺は全部食べ終わっちゃったけど、このスープはまた飲みたい時のために取っといて、違うラーメン食べようかな。いい感じに冷えてるかも。飲んでみます。うまっ。完全リセットされた。はい、何の混じり気もない酢ラーメンでございます。まずじゃあスープから。うん、美味しい。麺いってみるよ。うん、もうそれこそ比内地鶏かの風味をね、しっかり感じます。このままでも美味しいんだけども、これもさっき買ったんだけどさ、ネギ生姜っていう香味調味料、ラーメンに入れたら美味しそうだなと思って、生姜とネギのミックスされた調味料入れてみるよ。うん、美味しい。それこそ想像通りの味って感じ。もう間もなく4時ぐらいになるの。癖になるスープ。結局さ、海外に住んでみたいなとかさ思うんだけど、日本で食べるご飯がさ美味しすぎるよね。5月にまたハワイに行くんだけど、今回のハワイはこういう麺とか出汁とか持って行って、キッチンがついてるから日本を味わいながら過ごせそうでよかった。ごちそうさまでした。午後のポケット梅ちゃん、これはね、どのタイミングで買ったんだっけな。あ、京都だ。京都で日本酒飲んでいて、でそれのおつまみとして買ったんだ。冷蔵庫にラベルのないお茶が入ってたけど、飲んでいいよね。いただきます。ごめんね。
多分多いお茶かな。今日はもうさっき食べた分を片付けて作業がちょっとあったんで終わらせて、でなんやかんや今時計見たらもう6時になる。夕飯食べる前にちょっとアイスでも買いに行こうかな。アイス買うならファミリーマートかセブンかどっちに行こうか迷ったんだけど、なんとなくセブンの方があるかなと思って今セブンに向かってるよ。着いた。初めて見たんだけど、ブラックモンブラン買ってみよう。セブンでいろいろ買ってきた。アイスはさっき見てたブラックモンブラン、これちょっと初めて食べてみると、パピコーンと幻の白いスイカバー、昔からあるのかな、私は初めて見たんだけど食べたことある人いる。あと白桃ウーロン茶、絶対好きだなと思って買ってみた。ちょっと飲んでみるね。香りはめっちゃ好きな感じ、結構白桃をね感じる。あ、美味しい。これハマりそうかも。もうこの字面がもう美味しいもん。あともう一個、これも新発売なんだって、スターバックスのトロピカルピンク、多分若干甘い感じのドリンクなのかな。これはちょっとまたタイミングで飲んでみよう。じゃあアイスはちょっと今はこれを食べてみよう。中身はどんな感じなんだろう。お、一個ずつになってた。ピノを想像してさ、こういうのがこう6個ぐらい入ってるのかなと思ったら、食べてみるね。中身はこんな感じ。うん、中はバニラアイス。音聞こえるかな。外身が結構ザクザクしてるね。そこそこのザクザクじゃない、かなりザクザクしてる。これぶっちゃけたことを言ってしまいますと、ピノより好きかも。ぶっちゃけさっき食べて2時間経ったからね、ちょっと小腹がついてくるのよ。この間さ、お客様にもらったカップラーメンがあるんだけど、見て、青森味噌カレーミルクラーメン、初めて見たんだけどさ、これインスタに載せたらめっちゃ美味しいですよって知ってる方がね教えてくれたから、食べるの楽しみでずっと取っといたの。これはどうしようかな。でもまだちょっともったいないから取っとこう。ちょっとお米食べたいな。これにしよう。パエリア風レンジご飯、レンジでチーンといけちゃうやつを食べながら、月曜から夜更かしでも見ようかな。できた。いい香り。初めて食べる。美味しいといいな。魚介が入ってる。こんな感じ。一旦食べてみるね。若干お米が柔らかいというか、なんとなくこう消化が良さそうな感じのお米かな。街行く人がついつい依存してしまうものを聞いてみた件。ごちそうさまでした。激簡単卵かけそばの出来上がり。できた。じゃあ食します。まずスープから。うん、いい感じ。そしてこのそばをかき混ぜて食べてみるよ。うん、これです。入ってる具が全然違うんだけど、本当は海ぶどうと鰹節とチャーシューだったかな。だけど味は確かこんな感じだったと思う。うん、みんなよかったら作ってみて食べに行ってみて。このバーテンダーが作った七味を合わせても最高。そこの定食では麺を食べ終わった後、お米がついてて、お米をぶち込んで卵部分に絡めて卵かけご飯みたいな感じでも食べれるようになってるし、宮古そばで使ってるお出汁もこんぐらいのお茶碗みたいなのに入ってるから満足感がすごかった。この卵のところにお米入れよう。カチカチのお米できました。TKG。いただきます。完食。ごちそうさまでした。今日は飲みたい飲み物があるんだよ。これ知ってる？未来のレモンサワー。これは蓋が
こういうひどいタイプになってて、あの朝日のさ生シリーズと同じ缶なんだけど、まるっと輪切りのレモンが入ってるの。実はこれ発売日にゲットして飲んだんだけど、めっちゃ美味しくって、見かけたら絶対買ってる。開けてみるよ。おお浮かび上がってきた。ほら見て、わかる？レモンが入ってるの。やっぱ一日の終わりの方はお酒飲まなきゃダメダメ。なんかこれとか合いそうかなと思って、イカ天どうちでも。あとこれめっちゃ美味しいんだよ、駅構内でよく売ってるマカダミアナッツ&サクサクチーズ。これ本当美味しくてさ、ネットで見てもないんだよね同じやつが。だから新幹線よく乗るから、駅に行くたびになるべく買って帰るようにしてるから、今日はこれとこれと一緒にレモンサワーを飲むよ。いい塩加減、チーズがサクサクしてて若干なんていうかキシキシしてて、フリーズドライしたチーズみたいな感じ。なんかカリッとしてるけどしっとりしてる、不思議。味がすっごい美味しい。まああるあるだけど、このイカ天のちょっとカレーっぽい味も残されつつ、すっごいレモンが強いってわけじゃないから、めちゃくちゃ食べやすいし絶対これ合うわ。こちゃ旦那氏が帰ってきました。見て、何それ、すごくない？そんなのあるの？こんな感じだ。香りはでもスイカバーっぽい香り、でも味はちょこっとホワイトソーダ風味だった。あ、ちょっとなんか乳製品の味がする。おいしい。あ、クローナッツか、それ忘れてた。新しいの開けちゃった。混ぜればいいんじゃない？じゃあこのアイスを食べて、昨日残してたやつ忘れてたから合算させて、お風呂入って今日は寝ます。一日中食べてたじゃん本当に。おやすみ。